うねめまれいは、飛鳥時代の豪族。聖は新。うねめしは、物ののしの一族で、新仙聖子録、右京神別天神には、物ののしの光栄である。石神阿蘇道祖で、にぎはやひ命の六世の孫、大水口すくね命の子孫であると記されている。古事記中間、神武天皇城、仙台旧事本義にも、同様の記載がある。 うねめの統括に当たったと物の宮津子氏族である。マレー氏が歴史上に現れるのは以下の出来事のみである。初期末期第23によると、水戸天皇36年9月、天皇の総令が終わり、大臣祖外蔵は安倍内麻呂と相談し、軍心を集め、共王し、田村美子と山城の体系をとどちらを行使とすべきか、という会合を開いたが、 大友鯨は亡き天皇は遺言で、はっきりと田村巫子を指定したと発言した。これに賛同し、大友連のことのいに、さらに異なることなしと述べたのは、マレー氏のほか、高向の馬、中富の渡るに南馬吉締座氏の4名であった。しかし、個性の大魔寮、佐伯木あずと、木地尾での3人は、山城の大慶王を推挙し、蘇賀総丸呂は態度を保留した。その後、 山城の太慶王は、イカルガグでこの会合のことを知り、学然として、進化のものを使わし、エゾの真意を尋ねようとした。エゾは、直接これに答えることができず、その場に出席していた、安倍内マロ、大友ートクジラ、マレーシ、岸尾で他ホ8名と、河辺ネジメジを呼び、山城の太慶王の言葉をつぶさに語った上で、進化の自分が講師を決められる術もない。ただ、 天皇の遺装を伝えるだけで、その遺装通りならば、田村美子が即位すべきだと、軍心も述べている。私の考えは直接お目にかかった際に語りましょう。という伝言を依頼した。彼らは、蝦夷の言葉を、山城の体系王な側近の三国王と、桜井心に伝え、大臣たちの語っているところによると、この衣装は、天皇の小川近くに仕えている女王やうねも、 聞いていることであり、王もご存知のはずですとも答えた。ここで重要なのは、この言葉を述べている面々に、うねめを干渉する立場にある、マレー種が参加していることである。王は、自分の聞いたところと少し違うと言ったが、自分には天下を貪る気はない。また、おじの使わした軍系たちはいかめしい矛のように中を取り持つ人たちなので、自分の気持ちを、 おじのエゾに伝えてほしいと述べた。その後、蘇ガ氏の一族で山城の体系応用率派の境辺のマリセはエゾと争い、廃止した。かくして、後位は田村美子が継承することになった。天武天皇13年発色の生の制定により、宇根め新氏は同年11月に阿尊姓を授与されている。ありがとうございます。